この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね。自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね。はい、では立ち上がり見てまいります。ウーレイ、ガオリン、ここで前を向けるか。裏を狙う、この位置でボールを受けます。コーナーキックと続きます。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。つながります、シュート。これはディフェンス陣は焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。ミス、前田、松下。前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。スルーパスを出す、このボールはカットされます。イニエスタ奪います。前田、西、スルーパス、ウーレイ、ビジャエ、ウーレイ、サイドのスペースへ走らせる。古橋、ペンシャオティン、パスでつないで攻め込んでいきます。前田、西、チャレンジはしません、後ろに流す。そろそろファーストハーフ終盤ですがスコアはまだ0対0です。坂井、イニエスタ、古橋、これはどうだ、大きく縦へ、ビジャ、ここまでご覧になっていかがでしょう。ホーム側としてはよく動けた印象がありましたね。特にディフェンスに関して言うと早め早めに乗せて相手はチャンスになる前に潰してましたから、守りの面では特に問題なかったと思いますけどね。両チームスコアレスで折り返します。後半参りましょう。ホーム側としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。坂井、また中央へ、いいプレッシャー、ここはファールを取られます。
酒井から緩いフィードボール、どうぞ、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。いや今見たく長いパスにタイミングよく反応した上がりは幅届くチャンスですからね。イニエスタ、今のチャンスはものにすることができませんでした。ウーレイ、ここはドリブルで上がる、裏へのスルーパス、ワンボーエン、ウルハス、プレッシャー、打つ、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。いやこの積極性は大事ですよね。このボールはつながりません。ザンリンペン、酒井、ここは対応します。もう一つ前に行きたい、狙い出るか、さあ抜けた、クリーンシュート、後半にゲームが動いています。一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、もう何かのこうゴールを奪っていくぞという勢いのあるようなスルーパスですよね。先制1対0です。今日の日程もありますよね、うん、試合の状況がガラッと変わりますからね、はい、3本目のコーナーキック上げる、このクリアボール次へつなげたい、長いボール縦へ、このヘッド、ありがとうございます。松下、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ホーム側としては当然ね、追いつきたいところなんですけどもね、あまり雑なプレーをすると逆にやられる危険性もありますからね。これはなかなかこじ開けられない、スルーパスを出す、スペースを狙う、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね、ディフェンス集中してますよね。ここでファールを取られます。ルーズボールになります。大崎、主審、上を口に加えて、今試合終了です。1対0で敗れました。追いつけませんでした。北澤さん、